皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回は簡単に序盤からできる装備増殖バグを紹介したいと思います。これを使えば武器、盾、弓を何でも増やせます。特に簡単に入手できないハイリアの盾や英傑武器を増やせるのがマジで強いです。序盤からいろんな装備を量産できてしまうので、ゲームバランスを崩壊させる恐れがあるので、そこだけはご注意ください。やり方は前回紹介したアイテム増殖バグとかなり似てます。早速やってみましょう。最初は試しに盾を増やしてみます。武器や弓も手順は全て一緒になります。まず増やしたい盾を用意した後、何でもいいのでもう一つ盾を用意します。そしたら増やしたい盾を装備した後に一度セーブをしましょう。セーブを終えたら先ほど装備した盾をポーチから出します。その後に用意してたもう一つの盾を装備しましょう。そしたらここが少し難しいのですが、プラスボタンを2回素早く押します。ポーチを閉じて再度開くを高速で行う感じです。はい、こんな感じでカチカチっと素早く2回押しましょう。そしたら今装備してる盾もポーチから出して、先ほどセーブしたデータをロードします。増殖が成功してるとこんな感じで地面に盾が落ちてます。これで一つしかなかったハイリアの盾を増やすことができました。ちなみに増殖するために使った盾の耐久値なんかも引き継がれるのでご注意ください。では次に弓も増やしてみます。手順は先ほどと全く同じです。増やしたい弓を装備してセーブを一度します。そしたら装備してる弓をポーチから出して、もう一つの弓を装備。その後にプラスボタンを2回高速で押します。そしたら今装備してる弓もポーチから出してロードをしましょう。これで弓も増やすことができました。最後に武器も増やしてみます。慣れてきたら簡単な手順なので、こんな感じで早くできると思います。はい、ということで1種類ずつ装備を増やすことができました。何個でも好きな装備を増やせるので、皆さんもやってみてください。この後は個人的に増やした方がいいと思う最強装備の紹介ですが、ネタバレ注意です。まず弓なんですが、地底にいる白銀ライネルがドロップする重心の弓が連射性能がついているのでめちゃくちゃ強いです。盾はハイラル城の地下から入手できるハイリアの盾が防御力、耐久値ともに最強です。ギアや宝石とかをスクラビルドすれば幅広く活躍できると思います。武器はゾーラの里クリア後にミニチャレンジでもらえる降臨の槍とゾーラ武器が個人的に最強だと思います。この武器の特殊効果に体が濡れると攻撃力2倍ってのがついてるんですが、雨の日なら常時発動してて皆さん強いってのはわかると思うんですが、実は晴れの日でも強くて、シドの能力を使えばどこでも攻撃力を2倍にできます。はい、こんな感じで攻撃力2倍を簡単に発動させれます。この水のバリアを解いた後も30秒近く2倍は発動してます。しかもシドの能力は10秒でまた使えるので簡単に維持することができます。ということで武器の増殖方法と最強装備の紹介でした。今日の動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。